白雪姫、毒リンゴを食べ。あやねちゃんったら殺意を隠せてない。毒リンゴって言っちゃダメ。あ、そっか、難しいな。美味しいリンゴだよ、どうぞ召し上がれ。老婆の役にしては元気すぎるような。くるみは注文が多い。せっかくお芝居の稽古に付き合ってあげてるのに。ごめんね、本当に感謝してるの。どうか機嫌を直して。ほら、リンゴをあげるから。はい、ちゃんと謝ってくれたから許そう。いただきます。え、こんな風にさりげなく食べさせるべき。死ぬかと思った。くるみ、恐ろしい子。いつも仲良くしてるお姉ちゃんを容赦なく殺そうとした。いや、まさか死ぬとは思わなくて。だってこれ普通のリンゴだよ、毒リンゴじゃないから。あやねちゃん急いで食べたから喉に詰まらせちゃった。お水汲んでくるね。本当にごめんなさい、お姉ちゃん。くるみ、今私のことをお姉ちゃんって呼んだ。明日はクリスマスだもん。奇跡が起きたの。奇跡が起きないとくるみは私をお姉ちゃんって呼んでくれないの。ずっとあやねちゃんって呼んでたから、今さらお姉ちゃんって呼ぶのは恥ずかしいよ。いいけどね、私はお姉ちゃんだからわがまま言わないの。物分かりのいいいい子だからサンタさんもプレゼントをくれるよね。うん、きっと大人になってもずっと忘れない素敵なクリスマスになる。あの、すみません、お邪魔します。あ、チカお姉ちゃん。いらっしゃいませ、サレンディア救護院へようこそ。どうしたの、こんなイブの日に。あやねちゃん、相手は年上のお姉さんなんだから敬語で喋ろう。その理屈はおかしい。だって私も年上のお姉さんなのに、くるみは敬語で喋らないじゃん。家族を相手に堅苦しい喋り方をする方が変だもん。相変わらず仲良しですね、二人とも。うん、見てると和むよね。仕事の疲れが吹っ飛ぶ。あ、のぞみお姉ちゃんも。メリークリスマスイーブ。イブって言いながらダイブしてきた。このパフォーマンスは舞台で使えるかも。真似していい？いいね、あやねちゃん、アイドルの素質があるよ。その気があるならカルミナに入りますか。え、いやいや、無理無理、私身内以外には引っ込み思案なタイプだから。そうそう、こいつ内弁慶なんだよな。サレンディア救護員の連中とすらまともに喋れるようになるまで時間かかったし。あ、今のってプー吉さんですか。どうも、その節はお世話になりました。おお、俺なんぞに律儀に挨拶してくれなくてもいいぜ。逆に驚いちまうよ。別に俺は何も大したことはしてないしな。ジョーちゃんたちと坊ちゃんが自分たちの力で勝ち得た結果だ。胸張って誇りゃいい。おかげさまで俺も元の鞘に収まれたしな。逆にお礼を言いたいぐらいだよ。風吉さん、男前な喋り方なのに本当にクマさんなんですね。可愛いです。こういうのギャップ萌えって言うんでしたっけ、のぞみ。
チカは浮世離れしてるな。どうでもいいけど、長居しちゃ迷惑だし、あんまり時間もないから用件だけ済まさない？そうですね。皆さん、年の瀬の忙しい時期に押しかけてすみません。今回は先日ご迷惑をおかけしたお詫びと、お世話になったお礼のために参上しました。お詫びとお礼の品と言ったら変な感じですが、のぞみと一緒にクリスマスプレゼントを選んだので、どうか受け取ってください。あ、嬉しい、ありがとう。そういえばちかお姉ちゃん、サンタさんみたいな格好をしてますね。これこの間着てた衣装ですか？ええ、私たちカルミナはここ数日間クリスマスライブをしているのですけど、そのために仲間の紬が用意してくれた衣装ですね。クリスマスっぽいのでずっと着てます。私形から入る方なので、のぞみは寒いから嫌とか言っていつもの格好ですけど。だってさ、私の衣装だけ妙に布地が少ないんだよ。あんなの風邪ひいちゃうよ。こないだ仕事を押し付けたから紬怒ってるのかも。お姉ちゃんたちはライブしてるんだ。せっかくのクリスマスイブなのに大変だね。世間の休みはアイドルの書き入れ時だから、ライブだけじゃなくてあちこちのイベントに引っ張りだこでね。もうクタクタだよ。嬉しい悲鳴ですけどね。私が記憶の大精霊フォギーを再封印しに行っていた分、その埋め合わせをするためにてんてこまいです。自業自得ではありますけど、全くもう今回は本当にお恥ずかしい限りで、悔いばかりが残ってしまいます。そんなの楽しい記憶で上書きしようよ。お姉ちゃんたち、これから時間ある？救護員のみんなでパーティーやるから混ざっていかない？うん、せっかく知り合いになれたんだもん、もっと仲良くなりたいな。アイドルの人たち相手にちょっとずうずうしいですかね。全然、そう言ってもらえてとっても嬉しいよね、チカ。はい、前言撤回します。悔いばかりが残るなんてとんでもありません。素敵な出会いと思い出が得られました。もしまたフォギーに襲われてもきっと忘れません。この胸に満ちた幸福感と雪をも溶かすぬくもりを、詩とメロディーが浮かびました。ちょっと書き留めてもいいですか？お？じゃあ早速楽譜に起こして新曲として次の舞台で披露しようよ。ファンのみんなにとってきっと最高のクリスマスプレゼントになるよね。お姉ちゃんたち楽しそう。本当にアイドルのお仕事が好きなんですね。仕事って感じじゃないな。生き様なんてね。偉そう、恥ずかしい。ううん、尊敬します。お姉ちゃんたちみたいになりたい。なれますよ、きっと。私だって先日まで自分がアイドルになるなんて思ってもいませんでした。戦うためだけに歌い、召喚師の技能として用いていて、小さな子供の頃の歌うのが大好きなんだっていう気持ちを忘れかけるほどでした。でも今は昔と同じかそれ以上に歌うのが大好き。あなたたちには好きなものがありますか？もしもあるなら、それを大事に抱きしめてずっと忘れずに磨き続けてくださいね。きっといつかそれは何にも代えがたい宝物になるはずです。好きなもの？ブーキチ、他の家族のみんなも大好き。磨けばいいの？ゴシゴシ。うわ、物の
に磨いちゃダメ。私ももちろん家族が大好き。それと最近はお芝居も。へえ、くるみちゃんってお芝居とかするんだ。そういえば幼児対抗したチカと遊んであげてた時のお姉ちゃん役は導入言ってたね。あれは忘れてください。のぞみ、故障ですから。まあ私もママとか呼ばれて変な気分になったから忘れたいっちゃ忘れたいけど、なんか不思議な感じだったな。そんなの想像もしてなかったから。私もいつかアイドルじゃなくなって普通の女の子に戻って、結婚して子供を作ってママって呼ばれたりするのかな。なんでそんなことを言いながらあの人の方を見るんですか？え？見てないよ。やだな、誓ったら変なこと言って悪い子はお尻ペンペンするよ。サンタさんが来てくれないよ。はい、ごめんなさいママなんて。冗談はさておき、私たちは仕事柄劇団などとも交流があります。よかったら紹介しましょうか、くるみちゃん。大きな劇団に紹介とかされて、もし役がもらえても私は緊張しちゃってガタガタ震えるだけだと思うから、身の丈に合った舞台を一つ一つ一生懸命頑張ります。そしてゆっくり成長して、いつかお姉ちゃんたちみたいにたくさんの人たちに夢を見せたい。寂しかったりいろんなことが怖かったりする私みたいな子たちが胸を張っていいんだって思えて笑顔になってくれたら、ロスとして消えた私の両親もきっと褒めてくれるから。えらい！いい子すぎる！サンタさんがたくさんプレゼントをあげちゃうね。はい、私たちが選んだプレゼントです。気に入ってもらえたらいいんですが、みんなの好みがわからなかったのであの人に選ぶのを手伝ってもらったりしました。おお、お兄ちゃん近頃ちょくちょく姿を消すと思ったら、お兄ちゃんはなぜかモテモテだから他にもいろんな人と会ってたんだと思う。どの人がお兄ちゃんと結婚して家族に、私たちのお姉ちゃんになるのかな。え？結婚する予定はないってば。まだアイドルを続けたいし。もう悪い子、年上をからかっちゃいけません。プレゼントあげないよ。え、プレゼントは欲しい。意地悪しないでよ、泣いちゃうよ。ごめん、泣かせたくはないんだよ。みんなを笑顔にするからね。変に動揺すると逆にからかいたくなっちゃいますよ、のぞみ。誓ったら真面目でおとなしい子かと思ったら意外と茶化してきたりするんだよな。そういうことを最近だんだん知られてきて嬉しい。まあともかく、はい、どうぞ。メリークリスマス。これはくるみちゃんの分、こっちは君の分ね。君にもお世話になったし、渡さないのも変だからね。だから言い訳すればするほど突っ込まれますよ。アイドルの仕事は完璧にこなすのに、そういうところはウブで可愛いです。ともあれ、これはあやねちゃんの分、こっちはプー吉さんの分です。どうぞ、メリークリスマス。あれ、俺にもくれるのかよ。ありがとうな、ジョーちゃん。プー吉さんはあやねちゃんのおまけではなく、一個の人格を持つ独立した存在のようですし、別々に違うものをプレゼントしたいなと思いました。
あなた何なんでしょうね。不思議な存在です。フォギーと入れ替わってハンマーから弾き出されて私の肉体に入ったりしましたし、お化けか精霊のようなものなのでしょうか。俺は綾音の一番の親友で家族だよ。それだけで説明としては十分だろ。それよりもジョーちゃんたちは仕事を抜けてきたんだろ。あんまり道草を食ってたら怒られちまうだろうし、虐待のない話をしてないでパーティーを楽しんでってくれよ。気になりますけどね。まあ確かに今の説明で十分です。良い子を見守る優しいクマさん、あなたにも聖夜の祝福がありますように。ありがとうね。風吉にも普通に接してくれて。ケーキとかたくさん食べて。焼いたのはくるみだけど、私もデコレーション手伝ったんだよ。あ、嬉しい。でも今はダイエット中だからな。冬は脂肪がつきやすいから糖分を控えないと。その分歌って脂肪を燃焼させましょう。のぞみ、パーティーの余興としてもろもろのお詫びと感謝の気持ちを込めて歌います。聖なる夜を祝す尊き賛美歌を。え、私は賛美歌とかわかんないよ。いつものカルミナの曲でいいんじゃない。教えてあげますよ。簡単ですから皆さんも一緒に歌ってくださいね。メリークリスマス。あなたたちと出会い、こうして楽しい時間を過ごせることが私にとって最高のプレゼントです。